羽生結弦が語る29年間の旅、震災からの感動的な道のり、見逃せない涙の真実と感動の瞬間。羽生結弦が17日、自身の SNS で震災に対する思いを綴りました。29年前の阪神・淡路大震災から、そしてその後の東日本大震災や今年の能登半島地震まで、彼は祈りを捧げ続けてきたことを述べました。 羽生ュー・ユズルは1994年12月7日に生まれ、阪神・淡路大震災が発生したのはその約1ヶ月後の95年1月17日でした。彼はその時、まだ生まれたばかりで記憶もなく、当事者でもありませんでした。1月17日、僕にとって生まれてから約1ヶ月のことでした。記憶もなく、当事者でもない僕は、祈ることしかできません。 それもおこがましいことかもしれませんと彼は述べました。彼はさらに、阪神淡路大震災、東日本大震災、そして今年の能登半島地震に触れ、どんな傷も、傷跡も、記憶からも記録からも消えないように、でも、浄化されますようにと願いました。そして今もなお、抱えている方に、抱え続けたい方に、抱えなきゃいけない方に、少しでも、寄り添えていますように。 祈り続けていきますと彼は思いを綴りました。震災が起きた当時、私はまだ幼かった。覚えているのは、家族がテレビのニュースに見ていたことと、学校が休みになったことだけだ。しかし、羽生譲弦の言葉を読んで、その時の恐怖や混乱を少しでも想像することができました。彼のメッセージは単なる言葉だけではなく、深い共感と祈りの気持ちが込められています。彼の経験を通して、 私たちは何が大切なのか、どのように互いに支え合うべきかを学ぶことができます。羽生譲弦のような著名人が震災の記念日にこのようなメッセージを発信することは、被災地の方々に対する思いやりと、未来への希望を示すものとして、大きな意義があります。震災から29年が経ちましたが、私たちは忘れてはなりません。過去の経験から学び、未来のために努力することが重要です。そして、 羽生結弦のような人々の言葉や行動から、私たちは勇気と力を得ることができます。では、あなたは震災の記憶や経験をどのように捉えていますか過去の災害から学んだことはありますか将来に向けて何ができると思いますかぜひ、あなたの考えをシェアしてください。